併殺の際に一塁走者が二塁塁上で待つ野手に対しタックルなどの妨害行為で併殺になることを防ぐために行う併殺崩し。NPB では2017年に併殺崩しを狙った危険なスライディングの禁止ルールが適用されたことで、危険な併殺崩しは近年減少しています。しかし新ルールの適用前には野手が怪我をするほどの併殺崩しがあったことをご存知でしょうか。今回はプロ野球の試合で実際に起こった最悪の併殺崩しをご紹介していきたいと思います。2016年4月3日日本ハム対ソフトバンク田中健介。2016年に東京ドームで行われた日本ハム対ソフトバンクの試合では、田中健介の併殺崩しで相手選手が大怪我を負ってしまいました。彼の併殺崩しを覚えている方も多いのではないでしょうか。1点リードの6回裏、ノーアウト1・3塁という追加点のチャンスをつかんだ日本ハム。しかし打席に立った中田翔の打球は3塁手真正面のゴロになり、捕球した3塁手松田信弘は2塁へ送球します。ところが松田からの送球を2塁で取った際、1塁走者田中健介のスライディングを体に受け、倒れ込んだのは2塁手の川島慶三。川島は衝突で右下腿部を負傷し、そのまま試合を退き、都内の病院へ検査に向かうことになりました。この時工藤監督は走者の危険行為ではないかと審判団へ抗議を行いましたが、判定は変わらず3塁走者は生還。なんとワンアウト1塁から試合は再開されました。その後東京都内の病院で川島は右下腿打撲、前鋸腓靭帯及び小腓靭帯損傷と診断され、受傷部位の固定が3週間に及ぶ大怪我を負ってしまったことが判明。試合後にソフトバンクは映像を見返したが、走路を外れた危険なプレーとしてパ・リーグに意見書をすぐに提出しました。工藤監督は試合中の審判のジャッジに走者と捕手の衝突防止を目的に導入されたコリジョンルールに触れ、審判も二塁へのスライディングを見ると言っていたのに少し残念、これをきっかけに考えてくれればとコメント。自分の選手が大怪我を負ってしまったと責任を感じる工藤監督の気持ちを考えるとやるせませんね。2013年6月18日広島対日本ハム、ブラッド・エルドレッド。2013年にマツダスタジアムで行われた広島対日本ハムの交流戦では、広島のエルドレッドが危険な併殺崩しを行いました。1点をリードする広島は3回ワンアウト2・3塁の場面で、日本ハムの先発大谷翔平が投じた152キロの直球が打席のエルドレッドの左手を直撃し死球に。すると4月に死球で右手を骨折し、6月に復帰したばかりだったエルドレッドは怒りをあらわにしてマウンドの大谷へ詰め寄ったのです。大谷も驚きの表情を浮かべるなど、両軍ベンチからナインが飛び出して睨み合い、一瞬で一触即発のムードになったマツダスタジアム。その後エルドレッドの死球でワンアウト満塁のチャンスをつかんだ広島は、パンチ力のある打撃が魅力の松山隆平が打席に入ります。大谷がカウントワンツーから投じたボールを振り抜いた松山の当たりはショート手前への高いバウンドのゴロになり、ショートの大引刑事が捕球後二塁手の今波隆弘に送球。ところが完全にアウトのタイミングで一塁走者のエルドレッドは併殺崩しを狙い、今波の待つ二塁ベースに強烈なスライディングを決行しました。エルドレッドのスライディングを受け立ち上がることができず、その場に倒れ込んだ今波。プレーのタイムがかかっていなかったこともあり、その間に走者二人が生還してしまいました。今波のもとへトレーナーやチームメイトも集まる中、日本ハムの栗山監督も審判へ抗議しましたが、試合はそのまま再開。死球の不満をぶつけるかのようなエルドレッドの激しい併殺崩しに、再びマツダスタジアムはどよめきました。ベースに向かったスライディングとはいえ、受けた今波が弾き飛ばされるほどの激しい併殺崩しだっただけに、ヒヤッとする瞬間でしたね。2012年6月24日広島対中日、ブライアン・バリントン。2012年に金沢で行われた広島対中日の試合では、広島のバリントンが危険な併殺崩しをしてしまいました。彼が危険な併殺崩しをしたことを覚えている方はいらっしゃいますか。3点を追う3回表、先頭で打席に立つと、2012年シーズン初安打となるレフト前ヒットを放った広島の先発バリントン。彼がノーアウト1塁の場面で1塁走者になると、続く天谷宗一郎が二遊間へ放った打球を中日の二塁手荒木正弘が攻守します。たまらず併殺と思いきや、バリントンは荒木が二塁へボールを転送した瞬間、併殺崩しで二塁ベースカバーに入っていた井端弘和に向かってスライディングを決行。
その後右足にスライディングを受け、足を痛めてしゃがみ込んだイバタを横目に、バリントンは何食わぬ顔でベンチへ引き上げようとしました。すると中日の三塁手森野正彦が大声でバリントンに声をかけると、バリントンも振り向いて詰め寄る口論に発展。このただならぬ雰囲気に両軍選手がベンチから飛び出したものの、一触即発の騒ぎはすぐに収まり、球場には不穏な空気が漂いました。その後、近くのスライディングで危険だということだったんだと思う。だけど打者がアマヤだったし、ダブルプレーを潰すのが僕の仕事、足を狙った怪我をさせようとは思っていないと悪気のない挨拶崩しだったことを認めたバリントン。金沢で行われたこの試合は、両翼 91.5 メートルの狭い球場で、風速5メートルを超える強風が吹き荒れる中行われており、バリントンは投球に神経をすり減らしていたようです。初回にブランコのツーランホームランで先制すると、2回には先頭打者井端への2球目が投球動作に入ったところでタイムをかけられ、その投球を認められずに両手を上げて抗議する仕草を見せていました。さらに続く平田良介にホームランを許していたことも危険な閉鎖崩しの原因となったのかもしれません。結果、自分の閉鎖崩しが原因で負傷した選手がいるにもかかわらず、何食わぬ顔でベンチに帰ろうとしたバリントン。このバリントンの姿勢にはスライディングを受けた井端のチームメートが怒るのも当然だと感じますね。2010年9月1日、西武対オリックス、佐藤智明。県営大宮球場で行われた西武対オリックスの試合では、併殺崩しが原因で選手が負傷退場する事態になりました。1回表に先頭打者が四球で出塁するも、三振併殺など西武の先発石井一久に完璧に抑えられたオリックス。一方、西武は先頭打者の片岡康之がいきなりツーベースを放つと、続く打者栗山拓衣もレフトオーバーでツーベースを放ち、ノーアウト2、3塁のチャンスをつかみます。さらに続く打者中島博之もライト前ヒットを放ち先制点を挙げると、フェルナンデスも流れに乗るなど4連打でチャンスを広げた西武。しかし先制点を挙げた直後のワンアウト1、3塁の場面で、坂田亮が打席に入ると事件が起こりました。この打席、坂田をピッチャーゴロに打ち取り、閉殺を狙ったオリックス内野陣。ところが閉殺崩しを狙った一塁ランナーの佐藤智明と、踏み込んだ直後で完全に避けられない体勢だったショートの大引圭司が二塁ベース上で交錯して転倒してしまったのです。ショートの大引が交錯で転倒すると、その間に走者を帰還し4点目を挙げた西武。この閉殺崩しで佐藤と交錯した大引は左足小指を負傷して交代となってしまいました。松山守備走塁コーチは、スパイクが上を向いていた、あれは許されないプレーと、佐藤の併殺崩しを意図的で危険だと指摘。岡田監督は併殺崩しに抗議することはありませんでしたが、試合後に西武ベンチを見続けたままベンチから離れなかったのでした。プロ野球の試合でどれほど多くの危険な併殺崩しがあったのかよくわかりましたね。2017年に公認野球規則で危険な走塁が厳格化されたことで減少する危険な併殺崩し。併殺崩しの禁止で迫力が減ると言われることもありますが、怪我をするリスクも減ることは確実で、新ルールの追加は良かったと感じる方も多いのではないでしょうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。